あ、これね、この矢号ね、待ってても勝手に来てくれるんよね。そう、なので追わなくて大丈夫です。勝手に矢号から来てくれるというね、この矢号の優しさ。矢号がお金くれるんよ、勝手に。パパじゃん。お金くれるんだよね、矢号。勝手にね、ぶつかってきて、勝手にお金配って、勝手に爆破して消えてくの。すごいじゃん、パパじゃん。じゃ、そんなパパの抱き枕。でね、このね、やっぱ矢号の抱き枕があるのとないのとじゃね、安心感が違う。いいやつだな。さすが社長は、懐がでかい。まあ、確かに、矢号って、いくらもらってんだろう。なんかさ、昔、なんだっけ、なんかの、公式配信かなんかで、なんか矢号は、いやいや僕なんて全然もらってないですよみたいなこと言ってたの覚えてる人いるかな。いやらしい話。いやなんか言ってたよね。いやなんか僕は全然なんかそんなあのもらってないです、皆さんの方が全然みたいな。いや配信でよ、配信でよ。別にあの裏で言ったわけじゃない。これいっぱいもらってるって話で否定してない、してた。いっぱいもらってるんじゃないのみたいなこと言われて、いやいや僕は全然ですよみたいな感じだった。そんな感じだった。対談だっけ、あのココ先輩と対談かなんかの時だったかな。なんかそんな時そんな話してたよね。いやまあね、いくらもらってるか本人しか知らんからな、わかんないよね。